皆様こんにちは。はい、こんにちは。もうちょっと出そうじゃな。もう一度参るぞ。皆様こんにちは。はい、こんにちは。ありがとう。お見事にござる。はい、敵陣貫く赤備え、小牧長くて関ヶ原、幾度の戦も先鋒で、なんとたるとも通しはせぬ。無数の傷を負おうとも、我が身朽ち果てようとも、殿が天下をつかむとき、この傷が誇りとならん。我こそ徳川四天王、井伊直政。拍手じゃ。家康公の苦難の一つ、三河一向一揆では、初陣ながら先陣務め、味方の士気を盛り上げた。皆の者、恐れをなすな。仏罰はそれがしが引き受けた。徳川家臣中人品最も高しと言われた我の名は榊原康政、ここに推参。幼き頃よりお仕えし、東三河の旗頭。ありがとう。わしの太鼓の音は味方を鼓舞し、武田の軍をも退けた。冷めた空気は性に合わん。南の者、士気を上げよう。もう一度やります。いいね。王のタイミングで一緒に王とやってくれると盛り上がりますよね。そう、その感じ。よし、みんなぜひ共に参るぞ。やだって言うな。頼む。南の者、四季早い早い。四季あげよう。王のとこでね。いい、四季あげよう。おー、もう一丁、四季あげよう。おー、ありがさんじゃ。わしこそわしこそ徳川四天王が筆頭、酒井忠次、ここに着陣。誰グレート家康公、あおい武将隊。
改めまして、こんにちは。はい、こんにちは。ミラノ州、こんばんは。先ほどわしの時の、あ、こんばんはか、ごめん、そっか、こんばんは。あ、そういうことか、だからこんにちはじゃねえのになと思ってたってことな。なるほど、もう一回見ろ、はい、ミラノ州、改めまして、違う、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとう、愛知県が岡崎市、岡崎城がある岡崎公園より参ったグレート家康公葵武将隊でござる。わしらのこと知っておるよってもの。はい、あれもうちょっといるじゃないかな、うん、もう一回行こうかな。わしらのこと知っているよってもの。はい、あー、そうか、よしよし。じゃあ顔だけでも見たことあるよって人。はい、あ、じゃあ名前だけでも聞いたことあるよって人。はい、もうとりあえず何でもいいから手挙げてください。手挙げてください。はい、はい、ありがとう。何もありがとうか分からんですけど、ね、有名になりましたら、はい、我々もね。はい、ということでまずは毎年この鬼道祭りにお呼びいただきまして誠にありがとうございます。もう毎年呼んでもらっとるわけだけどもね、我々、はい、いやでもな、毎年呼んでもらっとるんだけど、わしと直政はこたび初めてでござるね。安政、むしは去年も来たな。さようでございます。はい、去年もね、お呼びいただきまして、この鬼道祭りの経験者として、はい、この鬼道祭りを楽しむコツか何かを、はい、例えば一番綺麗なものとか、はいはい、何かそういうものを教えてもらえると良いなと思う。一番綺麗なのはやはりここに集まっておられる皆の衆の心でございますが、じゃないよ。違う、そういうのじゃないのよ。ちょっと滑ったかもしれないですね。いいの、大丈夫。いい、じゃあそういうことじゃなくて、はい、例えばここにいっぱいと思って灯籠だったりとかね、はいはい、そういったもので何か美しいところとかはないのかな。美しいところでございますか、うん、あのね、わしも去年来てすごく驚いたんですけれどもね、やはりこの高浜の名物でございます瓦、はあ、その瓦をね使ったこの灯籠でございますか、明かりがね綺麗に灯っておりますけれども、我らね、この後にもう一箇所のステージがございましてね、はい、あの高浜のあの港の駅の方かな、はいはいはい、高浜港駅っていうの、うん、そちらの方までね続いておりの鬼道、その鬼道ね、たくさん飾られておるあの幼稚園の子たちが作ったね、あの先ほどね、あの知事もおっしゃっておりましたけどもね、はいはいはい、灯籠でございます。あれもね、あれがね本当に綺麗に火が灯るとね、綺麗な道がね、回廊が出来上がるわけでございます。光の回廊、もう今ついとるんですか。もうね、この時間になりますとついとるのではないですか。はい、我らもね、この後そのね道をずーっと通っていくわけでございます。それがすごい楽しみでございますな。はい、なるほどな、わしも今からそこを通るのが楽しみになったわ、はい、そしてもう一つじゃあ言っておこうかな。わしら二つ目の演舞場、はい、あるんです。そうなんです。18時20分から演舞がござるね。そちらの方にもぜひお越しいただきたいので、ぬしらが来るか今かは今からお見せするもう一つのかっこいい演舞を見てもらってからにしようかなと。わしら次第なんですな。そうじゃ、ではこたびの盛り上がるお祭りに負けぬよう、我らも大変盛り上がるもう一つのかっこいい踊りの演舞は目なに見て出ることそれやばいるぞ。新キモいって言う、新武士騒動いざ出陣。振りかざす
面白かめっちゃかっこよくて面白かったです見事発見よかったよかった一人目は間違いでございましたいやそうだな何かの間違いでございました間違ってたねちょっとね考えねちょっと違う合ってるの合ってるちょっと思った合ってる現代語と昔の言葉がね混ざってるねあそういうの聞かないようにしてるんですはいそれではニナノシこたびはこんなにたくさんの客人集まってくれてありがとうさんじゃ最後に参るぞニナノシ勝ち時をあげる勝ち時でござるニナノモノ右腕を掲げよう右腕グーじゃん右手でグーじゃんニナノモノっていうのはここにいる全員を指しますゆえね右腕をじゃあパー出してカッターじゃないんだわグーでござるじゃんけんじゃないからねわしが勝ち時じゃそれと言うたらえいえいおーこちらは3回でござるぞ皆の者3回じゃ1回でも手を抜いてみろ最初からやり直した入場からですかもうそんな体力はわしらにはござらん頼むぞ協力を頼むぞ皆の衆勝ち時じゃそれえいえいおーえいえいおーえいえい
ありがとうございました。